前橋街中博物館。街中博物館を回ると前橋の楽しい街歩きができます。老舗に伝わるお宝を通して前橋の文化と歴史がよくわかります。それぞれの館長との会話をぜひ楽しんでください。皆さんいかがお過ごしでしょうか。前橋街中博物館探検隊の立川ひろみです。本日32回目の今日は中央通りにあります鈴木薬局さんにお邪魔しております。本日の館長鈴木玲子さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あ、鈴木です。よろしくお願いします。はい、館長の鈴木さん、まずこのお店どんなお店か教えていただけますか。私で、5代目になるんですかね。100年以上続いてるもんですから、まあ、昔からの、まあ、薬屋さんって感じで、最近では調剤と、あ、メガネと両方やっております。はい、ちょっと珍しいんですよね。隣にメガネ屋さんがあって中でつながってるんですよね。そうですね。メガネの方は、まあ、私のおじいちゃんの時代から、まあ、目薬だのメガネも一緒にっていうことで始めたんですけれども、最近では、まあ、いろいろ郊外のお店がなってるんでたくさん出てますんで苦戦しておりますが、まあ、修理から何から、いろいろご用があればいらしていただきたいと思います。はい、館長の鈴木さん、この、お店創業がどれくらいかとか、その辺の話、昔の話伺いたいんですけれども、創業はどれくらいになりますかね。明治元年ということになっておりますので、一応100年、140年ぐらいになりますかね。はい、それでさっきの話ですと、今の館長さんって5代目、随分長いですよね。そうですね。うちは新宅だと思うんですから、昔は本家が木屋鈴木薬局って言って、うちの新宅の方は岩月屋鈴木薬局って言ってましたから、古い方は岩月屋って言ってました。そうなんですね。私はちょっとわからなかったので、今の鈴木薬局さんなんですけれどもはい。で、このとお店なんですけれども、昔から今と同じような形だったんですか、それともちょっと違ったりしたんでしょうかね。昔からこの通りでやっておりまして、うちの隣のに伊勢屋さんって大きい木薬屋さんがあって、そこのお嬢さんですかね、それが作太郎の初恋の人とかっていう話題になったこともあります。そうだったんですね。じゃあちょっと作太郎ファンにしてみたら、この通りはまた特別な思い出があるような、そんな通りにもなるんですかね。父の話ですと、よく作太郎は気流しで心を歩っていて、まあ、うちの父は、作太郎のお父さんとビリヤードをやったり、作太郎本人に、マンドリンを習ったりした、お話をしておりました。そうなんですか。すごいですね。作太郎と直接関わりがあったっていうことですね。マンドリンの方はあまり、ものにならなかったらしいですが、作太郎の処方箋などを、調剤してあげたようなお話をしておりました。はい、ありがとうございます。はい、館長の鈴木さん、早速なんですけども、お宝についてお話を伺いたいと思いますけれども、ここお宝いくつかあるんですけど、はい、私ちょっと一番気になっているのが、テレビの中とか、昔の中で見たことあるものなんですけれども、この大きなもの、なんだか説明していただけますか？鉄でできてる、薬研と言いまして、漢方薬の、刻んだり、細かくしたりする、なんて言いますかね、石臼みたいな感じの、手でゴシゴシやって、細かくするものなんですが、よく花岡清秀の、お芝居とか、今、チャングムで話題になってる、あれのにも出てきてると思うんですが。はい、ちょうど大きさがそうですね、全体的で言ったら、40センチぐらいの入れ物ですかね。そうですね。膝で押さえて動かないようにして、で、両手で、輪っかになった鉄の、板ですかね。歯車みたいなのをゴシゴシ、下の、器と一緒にこすって、細かくするんですよね。この、薬研っていうのは、だいたいいつ頃まで使われてたんですか？
そうですね。昭和の半ばぐらいまでは、漢方薬の、調剤するときに刻んだりなんだり、細かくしたりするんで使ってたと思いますが。あ、そうなんですね。結構昭和に入ってからも、じゃあ皆さん使われていて、需要があったということですね。はい、これ、今は、やっぱり漢方薬っていうのはそんなに使わないんですか？今はほとんどできちゃって、下流になっちゃったり錠剤になっちゃったりしてるもんですから、煎じ薬、煎じってするときにはまあ刻みとかって言って使う場合もありますが、少なくなりましたね。そうですよね。私も実物見たのはここが初めてだったので。館長さん、じゃあこれ私ちょっと触って持ち上げて実際に見たりとかしてみたいんですけど。はい、どうぞやってみてください。じゃあちょっと持ってみます。大きさ的にですね、ちょうどイメージとしては五円玉が大きくなって、大きさ的に3、そうですね、ちょうどレコード25センチぐらいですかね。それに真ん中に穴が開いているので棒が入っているものになります。それをですね、両サイドから丸い円盤を立てて握ってガラガラとやるんですけど、そのもの自体は結構重たいですね。はい。硬くなったパンをね、ゴシゴシするといいパン粉ができます。はい、ちょっとですね、結構何も入ってない中動かそうとしたので、なかなか難しかったんですけど、私のようにこうやって実際、見て、触ってみたいななんてお客様が来ても、はい、お声掛けすれば大丈夫なんですかね。はいはい、大丈夫です。お使いになって、試してみていただいてもいいと思います。はい、なかなかですね、こんなお宝手にすること、触ってみることなんてないと思いますから、ぜひ足を運んでいただきたいななんて思います。はい、お願いします。はい、あと他にもですね、珍しいものがたくさんあるんですけれども、特におすすめなもの、あ、そうですね、ちょっと郵便ポストみたいなものが気になってしょうがないんですけれども、郵便局からいただいたんだと思うんですが、子供の小銭を入れるポストの貯金箱になってるんですよね。で、いろいろその当時の人口とか地図など出てまして、一応いろいろ読んでみると面白いと思います。はい、ちょうど大きさがですね、高さが20センチ弱ぐらいですかね。で、はい、ポストの形で、ちょうど昔のポスト、皆さん想像していただくとわかると思うんですけども。右から左に貯金箱って書いてあるんですね。この昔の字も、あれですよね。そうですね、時代を感じさせますよね。そして何よりも、ここに、ちょっと気になる文言が書いてあるんですけども、我が日本の人口が、7000万人って書いてありますね。そうですね。今1億人超えてますからね。随分昔の話になりますよね。はい、ちょうど7000万人というのがちょっといつぐらいなのか、今の私わかんない、どなたかがわかる方がいたら教えていただきたいなと思うんですけれども。初めだと10年代頃かと思うんですが、私の兄弟のおもちゃだったんだと思います。はい。そして実はなんと、この貯金箱には発見した時にお金が入ってらっしゃったんですよね。はい。で、昔のお金とかもここに来れば見させていただけるんですよね。1000とか1000とかですね。1000の単位ですね。はい。私もですね、実際にこの1000の単位のお金を見せていただくのが初めてだったので、ワクワクしながら見させてもらってますけれども。おもちゃですよね。こんなちっちゃい。これは1000ですかね。菊の御紋章が入ってますもんね。そうですね。なかなか珍しいというか、本当見る機会ないので、このお金を見せていただくだけでも多分、はい。ね、私も使った覚えはないんで。はい。最後になりましたけれども、館長の鈴木さん、何かお店の PR ございますか？はい、薬のついてのいろいろのご質問だの、メガネの修理だの、何でもおいでいただければ、わかることでしたら、ご説明いたします。かかりつけ薬局としてぜひご来店お待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。32回目の今日は中央通りにあります鈴木薬局さんにお邪魔いたしました。場所の方はちょうど中央通り、中ほど、通りの東側になりますね。館長の鈴木玲子さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。